ではおはようございます。今日1日のプログラムについてまず簡単にもう一度説明しますと、その午前中に私とそれから、その DBCLS の川本さんから話があり、それから午後から DDBJ、PDBJ、KEG というか、ジェノムネットの中村さん、工藤さん、時松さんからお話があるということで、プログラムを見ると、それぞれの組織から説明をするというふうな感じに、見えてしまうと思うんですけれども、できるだけこうその皆さんのニーズに応えられるようにしていきたいと思います。それで、まず私から NBDC の紹介をいたします。で、NBDC が何かと申しますと、Google で検索していただけるとすぐにヒットすると思うんですけれども、このようなホームページを持っています。ウェブブラウザを立ち上げていただけますか。どんどんなんていうかネット経由でご説明したいと思いますので、先ほどコースからも確認がありましたけど、特に問題ありませんか。で、NBDC で検索するなどして、あるいはこの URL を入力していただいても構いませんけれども、NBDC のホームページにアクセスできると思います。何かお困りのことがありましたら、いつでも止めていただいてご質問ください。で、簡単に何と申しますか、その NBDC についてと、それから、その組織的なところ、それから、それは非常にごく簡単に説明しまして、それから今日皆さんのためにいくつかサービスをご紹介したいと考えています。で、ちょっと最初に、そのバイオサイエンスデータベースセンターの発足に至った経緯をと思ったんですけれど、ちょっと時間も限られてますので、省きまして、たくさんの問題を、いろんな方が認識して、それで、内閣府とかもいろいろ検討した結果、今年度からその、JST の BARD という事業と、それから文部科学省の統合データベースプロジェクトが合流する形で、そのバイオサイエンスデータベースセンターが今年度から発足しました。それでバイオサイエンスデータベースセンターが何をやっているかなんですけれども、今日は皆さんはサービスの内容について、すごく期待されているというか、ニーズがあるんだとは思っているんですけれども、やっていることはそのサービスだけ、あるいはポータルだけではなくてですね、いろんなことをやっております。その戦略の立案であるとかですね、でも一番目立つのは、実は目立つというかですね、大きいのはファンディングによるいろいろなその、プログラム課題のその実施でありまして、実際に委託によってその、基盤技術開発プログラム、これはデータベースの統合化の実現に向けて基盤となるような技術開発を行っていただくため の, プログラムで、ここに今日私の次に話されるその川本さんがおられる DBCLS が参加してくださっています。それから、統合化推進プログラム、こちらが大きいんですけれども、その分野ごと の, そのデータベースの統合化などを通じてその、統合を実現する、つまり分野ごとでそれぞれこうまとまったと分野ごとの統合データベースをこう整備していき、そしてさらに分野の間で連携していくような流れを作っていくという、そういう統合推進プログラムが今現在10個の課題について進められてまして、でさらに来年度分を、追加分を今なんていうか応募し募集している募集して、応募してもらっているところです。組織的なことはあんまり長々と申しません。先ほど申しましたその統合推進プログラムについて説明したいんですけども、今10の分野をなんていうか課題を進めていただいてまして、人の脳画像、それからメタボローム、それから、疾患化合物、微生物、それから、植物、ゲノム多型、スニップとかですね、それから、フェノーム、これはちょっと言葉が
分かりにくいですけど、まあ、そのいろいろなその表現系の間でその異なる生物とかの間でその記載をまとめていくようなそういうものですね。それからタンパク質、それから糖鎖、それからゲノム疫学で、今日なんていうか PDBJ、それから、KEG、それから、まあ、遺伝系の方にもご参加いただきますけども、なんとか PDBJ は例えばタンパク質のところで参加していただいてますし、それから、KEG の方ではその、疾患化合物の方で参加していただいている。それから遺伝系の方はまあ、いろんな形でご参加いただいてますけれども、そういう形でつながりを持ちながら進めております。さて、それでそういうわけで、まあ、ファンディングのお話をしましたけれども、まあ、サービスもなんというかいろいろと整備をしています。あるいはその、我々もともと DBCLS でその、まあ、統合データベースの統合化に関わってきてたんですけれども、そこで今まで開発されてきたいろいろな技術、あるいはそのサービスであるとか、サービスとかも我々の方で引き継いだいろいろなものを引き継いで、それで運用したりさせていただいたりしております。それで、では早速そのサービスのことについてご説明したいんですけれども、まず1番目はその、インテグラルデータベースカタログというものについてご説明したいと思います。この先ほどそのこのページに来ていただいていると思うんですけれども、このそのデータベースのカタログ、ここにインテグラルデータベースカタログベータ版というのがありますので、クリックしていただけますでしょうか。ここまで何かお困りの方いらっしゃいますか。これからサービスの説明をいたしますけれども、大丈夫ですね。はい。インテグラルデータベースカタログというのはですね、ここに書いてありますように、その国内外の生命科学系データベースの所在情報や説明を一覧、まあ、表というかですね、カタログのようなものにしたものです。それで、そうですね、今、ベータ版と申しているのは、その、まあ、インターフェースは簡易な形で提供しておりますけれども、年度が明けてしばらくしたら、本格的なインターフェースで提供したいと思います。思っております。それで、そうですね。早速ですけれども、実習をちょっと、実習というか、手を動かしていただくのがいいかなと思いまして、いろいろ、まあ、ちょっと少し細かすぎるような気もするんですけれども、項目をいくつか立ってみました。まず、その、データベースカタログですけれども、どのような項目があるか、ご覧、見ていただけますか。見るというかですね。それで、先ほど申したようにそのデータベースカタログはここにありますので、クリックするとさっきの、画面になりますね。それで、はい、質問はそのどのような項目があるかなんですけれども、まあ、見た通りと、まあまずデータベースの名称や URL、 それから略称があるんですけれども、それから説明、割と丁寧に書いてあったりしますけれど、それから運用機関の名前、それから稼働情報、今日これは今2月の6日調べということですけれども、稼働中であることを確認しているということですね。でも実はこれは見やすいようにするために一部を、まあ、見せてませんで、ここにあるいはこっちの方を先に見ましょうか。ごめんなさい、右端の章っていうところを押していただけますか。今押したところはちょっと分かりにくいんですけれども、このここですね、章というところを、これ詳細な表示が出るまあ、リンクなんですけれども、各データベースについて、もっとその一覧で見える以上の記載が含まれています。でこんな感じで、例えば言語であるとか、それから運用機関のコード、ID であるとか、それから国であるとか、生物種であるとか、値が埋まってないものもありますけれど、それから他の、まあ、関係するような、その、なんていうか、カタログ的なデータベースへのリンクとかですね、いろんなものが含まれて、他のサービスへのリンクが含まれています。それで、
まり、こういう項目があります。もう一つ項目の見方としては、ここにカラムズというのがありますので、ここをクリックしていただきますと、こういうふうな、なんていうか、その見せるカラムを開いて、なんていうか、見せたり隠したりすることができるようになっていまして、これを用いると、いくつか、表に出すことができます。で例えば、設問の2番目ですけれども、生物種と運用機関国を一覧に加えてみてくださいとあります。はい。で、早速やってみますけれど、この、ディスプレイドカラムズの中で、その、運用機関所在国ですね、と、それから、生物種でしたか。これを、クリックすると、チェックすると、で、チェックして OK を押します。そうすると、このような形で、カラムが実は増えております。ちょっと長くなってますけども。で生物種はここに、実際にはちょっとこれについては、特に特定した特定の生物を扱ってないので、空欄になりますし、ここはジャパンとなってますね。例えばここであれば、その、マウスですけども、マウスの学名と、それから、タクソノミー ID という、その、CBI で使っているその ID が記されています。それで、次ですけれども、日本のデータベースは何件記載されていますかという設問です。で、これについては、はい、早すぎたら止めてくださいね。現在、ここに示されているのは1090件ですけれども、これは、最初に申しましたように、その国内外、国外のものも含んでいますので、それこれを絞り込むことを、ちょっと国内だけに絞るにはどうしたらいいかと申しますと、この運用機関所在国、これを使いまして、絞り込むことがここでできます。で、ちょっといろいろ分かりにくいかもしれませんけれども、ここにアドバンストサーチというのがありますので、これ使わなくても多分うまくいきますけれども、その正確にはここで、ごめんなさい。ここで、そうですね。運用機関所在国。これを、ジャパンと入れていただきますと、で、サーチ。で、何件になりましたでしょうか。695件になりました。ということで、これで、国によって、絞り込む。だから、1090件、登録されてますけれども、国内で運用されているデータベースは695件ということになります。よろしいでしょうか。それで、では、全体としてはさておき、早速というかですね、検索してみたいと思います。サイトカインでデータベースを検索してみていただけますか。そうですね。ちょっとこれは一旦、ごめんなさい、ちょっと手際が悪いですけど、リセットしていただいて、そうするとさっきのジャパンとか消えますから、それで、ちょっとこれも隠しましょう。で、ここに、そうですね、今この状態では簡単な、どこにっていうかですね、サイトカインが、という文字列が、いくつか特定のそのカラムに入っていれば検索することができますので、これで、サーチをしますと、そうすると、このような形で、4つ見つかったことになります。ちょっと縦長なので、分かりにくいですけども。で、そうですね、国内のデータベースを割と積極的に収集してますので、日本のものが多いですけれども、ドイツのものも混じっています。それで、サイトカインについて何を調べたいかによると思うんですけれど、例えば、サイトカイン一般の情報を得たいかなということになれば、ここに3番目にですね、サイトカインファミリーデータベースというのが載っていまして、ここに、EST 配列を収集したデータベースと書いてありますけれども、ある程度まとまった情報がありますが、あるんですけども、ちょっと、全部見てもいいんですけれども、これをクリックしてみます。そうすると、実際のデータベースにこう
まあ、リンク集と同じですから、飛んでいきまして、それで実際にデータベースを見ることができますので、はい、時間があればゆっくり見たいところですけども、例えば、これ、MDK と書いてあるのはミート会なんですけど、ミート会を見ると、そうすると、こういうものがあって、それで、いろんな、まあ、EST とかがこう整理されていると、そういう状況です。さて、ごめんなさい、ちょっとどんどん急ぎたい、先に行きたいと思いますけれども、それで、そうですね、得られたリストをダウンロードしてみてくださいとありますけれど、これは、今さっき検索した結果、4件が出てきました。そうすると、この検索した状態で、ですね、その、ここの、ダウンロードというボタンがありますので、これをクリックしていただくと。そうすると、私の、まあ、パソコンであればこういうダイアログボックスが出まして、それで、プログラムで開くとなると、まあ、開くというのを選ぶと、まあ、Excel で開くと、そうすると、ダウンロードが始まって、いきなりこうダウンロードができるわけです。で、今の4件、検索した4件のデータベースについて、まあ、Excel の表の形というか、実際にダウンロードしたものは CSV というフォーマットなんですけれども、その形でダウンロードができて、それでそれをこういうふうに Excel などで開いて見られると、そういう状況です。説明なんかもちょっとこうなぜか縦長になったりならなかったりしますけど、説明がこのように入っているという感じになっています。で、いろんその一覧では、まあ、隠してあったようなそのいろんな URL であるとか、まあ、言語であるとか、そういうものも今こうやって押してきてますね。はい。で、最後にですね、このカタログはどのようにしてできたか、できたのでしょうかという設問なんですけども、どのようにしてできたかと申しますと、その前に何か説問がありますね。ごめんなさい。ダウンロードしたリストは自由に使えるのでしょうかということなんですけど、一概にそのいろんなここに限らず一般に言うと、その、まあ、いろんなデータベースはその、まあ、ダウンロードする際に普通はなんか使っていいのか、あるいはその商用利用はダメなのか、いろんな利用許諾というものが普通書いてありますの で、それを確認するしていただきたいんですけれども、で、この場合はどうなっているかということを見ていただきたいんです。で、それは、ごめんなさい、一番下にこう、あるいはここに利用許諾と問い合わせですかね。これですと一番下に行きますけれども、本カタログの利用許諾というふうにあります。で、そうですね。で、これは本カタログにつきましては、その自由にまあ、活用していただきたいので、それでクリエイティブコモンズというその、まあ、どういったらいいでしょう、利用許諾を簡単に示す仕組みがあるんですけれども、それにの CC0 というライセンスに基づくものとしますというふうに書いてあります。CC0。で、これは、そうですね、パブリックドメインと、まあ、似てるというか、ただ、法律で、その完全にパブリックドメインにできないような部分もなくはないので、それで、その、できる限り、その、法律で認められる限り、その、諸権利の行使を放棄し、また差し控えますという、そういう、形のものが CC0 です。で、このような形で、その、このカタログを作るためにはいろんな手がかかっているんですけれども、まあ、そういう方たちがその、できるだけ使ってほしいというふうに、そういう意図にご賛同いただきまして、それで、まあ、自由にこれをダウンロードして、それでいろんなところにこう、再利用することができます。他のデータベースにと合わせて使ったりですね、それから、自分の、それを、まあ、自分のデータベースサイトでこう、まあ、その見せたりですね、そういうこともまあできます。はい。で、で最後に、このカタログはどのようにしてできたのでしょうかという設問、さっきちょっと先走ってしまいましたけど、その設問の答えは、ここにあります、本カタログについてというふうに書いてありますけれども、
これの、そうですね、なんと申しますか、これができる前にですね、DBCLS さんの方で、その、なんていうか、生命科学系データベースカタログというのをずっと整備されてきてまして、でそれをその、4月から発足したバイオサイエンスデータベースセンターでこう引き継いで、それで運用しています。それから、JST というプロジェクトで、ごめんなさい、間違えました。BIRD というプロジェクトですね、JST の BIRD というプロジェクトで、その Wing Pro という、ちょっとまあ、やはりデータベースの、そのいろんな、説明であるとか使い方をまとめたウィキのページがありましたので、それ、ウィキサイトがありましたので、でそれについて、JST のその活動も、バイオサイエンスデータベースセンターが引き継いでますので、でこれとこれ、この Wing Pro と、それから生命科学データベースカタログを、統合する、頑張って統合したんですね。それで、それにさらに、その4章、私たち他の章を、この我々はその文科省側にまあいるわけですけれども、その他の、なんて申しますか、メダルス、これは経産省の、機関なんですけれども、機関というか、データベースの取りまとめを頑張ってくださっている方々なんですが、それから、アグリ統合というサイトを作っておられる、その、農水省の、農業生用資源研の方とか、それから、医薬基盤研の、これは厚労省の、機関ですけれども、そこで、まとめているデータベースであるとか、そういうふうなその、情報を、さらにこう提供していただきまして、それで、先ほど言ったような、その、著作権については合意をいただきまして、で、まとめて、作り上げたのが、この、インテグバイオデータベースカタログです。ということで、はい、なかなかこう、でも今後も、なんというかですね、いろんな調査をしながら、拡張していって、ゆくゆくは、その、少なくとも国内については、網羅できていると、ここに書いてありますように、その省や専門領域のを超えたデータベース情報の網羅を目指していきますと書いてある通りで、網羅していると感じていただけるようなカタログになっていくと思っています。今後の予定とかもいろいろありますね。はい。質問は、以上なんですけども、何かお困りのこととかありますか。ちょっとゆっくりすぎましたか、帰って。何かご意見とかもありましたら、ここまで一つの、実習です。大丈夫でしょうか。はい。今のサイトカインというところで、はい、アルファベットで要するに英語の字で入れるとなんか見つかるのが少なかったんですけども、スリーファウンドになっちゃったんですけど。なんかこう検索の言語とかその辺で変わってくるんでしょうか。おっしゃってることはここでサイト会員と入れたらってことですね。はい。スリーになっちゃう。はい、すいません。なんていうか、まだごめんなさい、日本語で今説明とかを整備しておりますので、これも英語のその説明も整備今進めようとしてますので、それができた時には、大体その、なんていうか、英語で検索しても日本語で検索しても大丈夫かと思います。もしかしたらご存知かもしれませんけれど、この後説明する横断検索の方では、その日英変換を使って、日本語でサイトカインと入力しても英語に変換されて検索ができるんですけども、ちょっとこちらの方ではちょっとそういう状況にはなっていませんので、日本語のサイトカインしかないときは、ちょっとこういう形になってしまいました。そしたら一応日本語でも検索しといた方がいいわけですね。このカタログについてはベースは日本語なんですけれど、その日本語でまず検索していただくのが現状ではいいと思うんですけれども、そうですね、ちょっとできるだけ頑張って英語も整備したいと思います。要するに日本語だとこう表記の揺れがありますよね。要するにそのなんか伸ばすことになったり伸ばさなくなったり、それにするともう綴りがこれで一発で決まる英語の方がそういう揺れは少ないんじゃないかと思ったんですけども、はい、そうですね、はい、その表記の揺れに対しての対応というのはどういうことになるんでしょうか。そうですね、
まあ、現状ではまだ対応で、このカタログというサービスにおいて、そのインテグバイオデータベースカタログというサービスにおいてはまだ対応できてないです、供給についてはでもいろんな形で解決していきたいとは思います。他にどなたかご質問とかありますか。では先に進ませていただきたいと思います。ご質問はどうもありがとうございました。それで、はい、では次の、横断検索についてご説明したいと思います。もう一度その、NBDC のサイトにこう戻っていただくか、まあ、あるいは残していただければそれでいいんですけども、そこで、まあ、ここでもそれからここにも一応あるんですけども、ここの検索まだ使っていただいていいと思うので、ここで、検索をして、例えば、そうか、ごめんなさい、はい、ちょっと待ってくださいね、その前です、ごめんなさい、簡単に説明をしますけど、横断検索は何かということなんですが、はい、横断というのはデータベースの間を横断的に検索するという意味でして、それで、まあ、いろんなデータベースがあります。例えば分子のファクトデータというかデータベースであるとか、それから文献ですね、文献集であるとか、それから特許とかですね、いろんなものがあるんですけれども、そういうそのいろんなタイプのデータベースをそのまあがそのあちこちに、日本のあちこちではですね、まあ、ネット上のあちこちにありますから、それに散在するその多数のデータベースを それぞれに行って一つずつ検索すると、そうすると大変な作業になりますので、どこにあるか分からない状態でえいやってこうキーワードを入れると、そうすると少なくともここに収録されているデータベースに関しては一斉に検索がかかって、それで、つまり一括全文検索、全文というのはその中の、まあ、登録されて、まあ、中に入っている文章がその、まあ、に含まれているその文字列が、まあ、文字列というかですね、単語というか、まあ、それが検索できるようになっています。それで、ちょっと多いんですけれども、実習的なものをさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、別にサイトカインが私が好きなわけではないんですが、サイトカインで早速検索してみてください。はい、私もやります。あ、ごめんなさい。せっかくだから。NBDC。なんで日本英語先に。まあ、ごめんなさい。独り言はすみません。でここで、ですね、ちょっとまだ検索しています。はい、出たかなと思います。で、つまりですね、先ほど、スライドでもお示ししましたけれども、そのここに、まあ、iPS 細胞であれサイトカインであれ、それから、先ほどご質問のあった、まあ、日本語と英語のことですけれども、日本語であれ英語であれ日英変換をした形で検索がかかりまして、それでその検索結果をこのたくさんのデータベース、まあ、ちょっとこの後見ていただきますけれども、このデータベースのあちこちにあるものを、みんなまとめてここに、表示しています。サイトカインで検索してしまいますと、非常に、たくさんの結果が出てきてしまいまして、ここにありますように7万という結果が出てきてしまいます。ちょっと多いですね。先頭に来ちゃってるのがそのさっきご説明した DBCFC ですけれども、その他いろんなデータベースが多分、入っているはずです。それで、どのようなデータベースが収録されているのでしょうというのは次の質問なんですけれども、そうですね、いろんな見方ができますが、まず直感的には、こういうそのツリーとかもありますし、
それからここにデータベース一覧というのがあるので、これをちょっとクリックしてみたいと思います。ちょっと無味乾燥な感じもしますね。が、ここに収録されているデータベースで、300以上、400近くか、たくさんのデータベースが収録されています。それで、3番目にちょっと移りながら続きをお話したいんですけども、文献や特許や 食品栄養などの、まあ、データベースに絞ってみてくださいということなんですけれど、ここに、データベース3があります。これの例えば文献に絞りたければですね、ここを、押します。そうすると、ここにさっきすべてのデータベースについて検索したんですけれども、今度は文献だけに絞ったらどうなるかっていう、そういう、まあ、文献と私たちが分類しているものに対してですけども、絞ったらどうなるかという、そういう結果ですね。で、この結果が、件数でいうと797件、まあ、先ほど示してありましたけれども、これについて出ています。それで、ここでもいろんなタイプの文献が含まれているんですけども、多分、例えば、先頭に出ているのは、ライフサイエンス新着論文レビューというのがありまして、これをクリックすると、そうすると、実際のそのページに飛んでいきます。で、これは、DBCLS さんで、まあ、公開しておられる、割と注目の高い、ジャーナルに掲載された、論文について、日本語のレビューを、いただいて、受け取ってまあ、公開しているという非常にスピーディーにこう公開するサービスでしてなかなか、面白いものが載ってるなと私も後で思ってるんでもしよかったらご覧ください。もしかしたらこの後の川本さんの方からお話があるかもしれません。それからそうですね、まあ、他にどういうデータベースがあるかはこのプラスボタンを押していただくと見えまして、それ例えば今のライフサイエンス新着論文レビューは35件、でタンパク質拡散構想であれば169件で、これも例えばこう押すと、今度はこのデータベースだけに入っているレコードが出ますから、でその中でこうまた見たりとかですね、はい、などなどいろんなことができます。あとは、まあ、同じといえば同じなんですけども、特許について見てみましょうか。特許は、特許関連文書とありますけども、ここに置いてまして、それで、はい、16年から24年、はい、掲載してくださってます。できるだけまあ、ちょっと全あらゆる分野のものを載せると、大変なことになりますので、生命科学系のものは、まあ、なんとか限られるように努力をしているくらいです。で、これについて、まあ、一番新しいのだと、どういうのが出てるんでしょうね。はい。ちょっとなんかいろいろ出てると。どれもあくまでも検索のための、サービスですから、検索後はそれぞれのデータにこう飛んでいくようなで、それぞれのページに飛んでいくような形になっています。その辺は、はい。で、まあ、ちょっとまた同じなんですけども、食品栄養ということで、ちょっとしつこい感じもしますが、やらせていただくと、今度は、まあ、サイトカインと食品っていう、まあ、いやちょっとあえてこう件数の少ないところを少ないカテゴリーをちょっと見てみたんですけども、そうですね、まあ、なんかこう何かを食べるとそのなんていうかサイトカインがの、まあ、レスポンスがあったみたいなそういうふうなものが出ていますね。特保っていう、まあ、そういうところと関係しているのかなと想像していますけれどという感じで、いろいろなタイプのデータベースが
ご覧になれることが分かったと思うんですけども、ちょっとサイトカインでは広すぎていろいろやりにくいので、ミドカインにさせていただきたいと思います。ミドカインっていうのはサイトカインの一種で、さっきもちょっと触れましたけれど、この検索について、またキーワードを入れ直すのが良いかなと。はい。ということで、だいぶ桁が数十分の1になりました。桁というか数が数十分の1になりましたので、で、ビットコインですけども、うん、また設問に戻りますと、今度は、タンパク質というカテゴリーから PDBJ のデータを見つけていただこうと思うんですが、うん、タンパク質、それから、PDBJ が何かちょっと、存じないと探しづらいですね。だけど、まあ、その辺は若干よろしくないですけど、立体構造の中に PDBJ というそういう、データベースが収録されていますので、ここをご覧いただくと、そうすると今まで、3種類のミッドカインの構造が決定されていると。これによると、パッと見よくわからにくいかもしれませんが、ミトカイン、2つドメインがあるんですけど、その、N マッターのドメインと、それから C マッターのドメイン、それからこれは、なんでしょうね。これはちょっと別物ですか。はい、メンブレインプロテインと書いてますね。ということで、はい。実は私がこの構造決定書に関わっているんですけども、まあ、ちょっと自分の馴染みがあるので、誘導してみたという次第です。で、次の設問に移っています。下方の、下の方にあります遺伝子リストの各リンク先を見てみてくださいということです。ちょっと隠れてしまいましたけど、すべてのデータベースというところに戻っていただきますと、ここです。すべてのデータベースというタグに戻っていってください。そうすると、遺伝子リストというのが下に現れていると思います。で、ミトカインは別に人だけにあるわけではないんですけれども、このサービスでは、その、人の、遺伝子について、いくつかのリンクをまとめてあります。で、そうですね。で、設問は、各リンク先を見てくださいということにしましたので、順番にこうクリックしていただくと、まあ、何かが見えると思うんですけども、はい、ということで、NCBI の順であるとか、まあ、これはですね、それから私はタンパク屋だったんで、ユニプロットが非常に馴染みなんですけども、こういうのはいろんな配列があっても、こう、なんていうか、一つの生物種の一つの遺伝子に対して、一つにまとめるような努力をしていますので、まあ、ちょっといい感じですね。それから、こういうものがあります。ということで、そういう、ちょっと部分的にはリンク集になるような、リンク集的な使い方もできるような。で、はい、で7番目に移りますけれども、時間的には、厳しいですね。じゃあちょっとパパパッとここは、あまり単にお遊び的なものでやったつもりなんで、うなぎっていうのを検索するとですね、そうするとこんな感じで、それで、やろうとしていることは、うなぎって検索すると、そうすると、すみません、ちょっと飛ばしますんで、もしかして、追いつかない場合は、眺めててください。ちょっとここだけ飛ばします。うなぎって検索するとですね、ヤツメうなぎとかのデータが、当然入ってくるんですけど、ヤツメうなぎはご存知のようにうなぎではありませんので、それで、これをどうするかというとですね、ヤツメうなぎを省くためにはどうすればいいか。と申しますと、ヘルプの中にですね、その検索後の入力方法というのがありますので、それでここに、例えば、
アルゴクを含んで、ネットワークという語を含んで、ソケットが含まれない。見えますかね。あ、皆さんご自身でご覧になられると思うんですけども、ちょっと速スピード速くてご覧になれないかもしれません。ソケットが含まれないような文章を検索するときにはこうする。びっくりマークを使うというふうに書いてあります。だからそれで、8つ目ような。というのをやると、そうすると休みのなぎが入らなくなると。そういうことを説明したかったんですね。それで、例えばこれで図鑑とかを見ますと、で、まあ、いろいろ写真とかも見られるわけなんですけど、そうですね。この水生生物情報データベースというのを、ちょっとまあ、面白いかなと思って、昨日見てたんですが、ウナギについて、まあ、いろんな研究をされている方が、研究者がこう書いておられるその図鑑なんですが、で、はい、まあ、いろいろ詳しい説明が、何と申しますか、いろんな分野、生態だの、生理だの、生産利用加工などについて書いてあって、で写真は、こう感じ。面白いというのが一つは、まあ、ちょっと私の名前に似ている人がいるなという、それもあったんですけども、まあ、わざとやろうと。で残りちょっと、説明したかったことは、そうですね、検索とか日英変換の方法についてちょっと確認させてください。そうですね、ヘルプの方にもあります、ここの中に、日本語で入力しても、ライフサイエンス辞書を、用いて英語に変換して、日英両方の変換となります。それから、こっちよりもむしろ、あ、この一番最後に書いてありますね。今、ライフサイエンス辞書の説明をしましたけれど、それから全文検索エンジンとして、ハイパーエストレアというのを使っているというふうに書いてあります。で、このサービスはどのようにしてできたのでしょうかという最後の説問ですけれども、今説明したハイパーエストレアも含めて、クレジットの方もちょっと見ていただけるとありがたいんですが、何度か申してますように、あといろんなそのサービスをライフサイエンスデータベースセンターから NBDC の方に何というか引き継いでいまして、でこれもその形で、つまり、DBCS で開発されたものが我々が受け取って運用しているという次第です。で、で技術的なことはさっき申し上げたライフサイエンス辞書であるとか、ハイパーエストレアであるとか、そういうことが書いてありまして、で、それから、タンパク質拡散酵素については、共立出版の方からご協力をいただいています。これで、ちょっと、はい、時間もしてきてますけれども、ここまででご質問とかはいいでしょうか。ちょっとだけ追加説明ですけれども、横断検索については、ついても、いろんな省の方からご協力をいただいてまして、それでハイパーエストレアの仕組みでは、なんというか、索引のデータ、インデックスというものがサーバーに収まって、それから、インターフェースをこう用意できるわけなんですけれども、そのデータベースを、経産省のデータベースと、それから文科省のデータベース、文科省側のデータベースについて、それぞれその索引データ、インデックスを、サーバーをこう用意してもらってるんですね。それでその間で、こう、なんというか、お互いを参照して、乗り入れができるような形でインターフェース。だから、皆さんは、今、文科省側のインターフェースを見ていただいてるんですけども、経産省側にもインターフェースがありまして、それで同じデータベースに対して検査がかかるような仕組みになっています。でこれを同じような仕組みで今農水省と厚労省の側にもお願いしていまして、それで近いうちに4つの省の検索サーバーがつながるということになります。で、ちょっと時間が来てますが、駆け足でそのアーカイブについて説明させていただきたいと思います。で、このホームページから、そのここの位置、アーカイブというところをクリックしていただきますと、データベースアーカイブに飛びます。
で、データベースアーカイブというのは一言で言えばそのダウンロードサービスでして、それで国内で算定された生命科学系データベースを誰もが利用できるようにダウンロード可能な形で長期にわたり維持するという、そういうことです。例えばその、もういろんなそのデータベースがその予算がついえたことによってその、維持が難しくなったなることもありますけれども、そういうふうなものもこちらでお預かりして、それでダウンロードができるようにしますし、それから簡易検索というものをページを作りますので、簡単なその閲覧や検索など簡易データベースとしても機能するような形で、データベースを引き継ぐことができるわけです。で、何度か申してますが、その利用許諾というのが、きちんと明示されていることも重要だと考えてまして、必ずそのデータベースを使っていただくときに、その、これはどういうことをしていいか、どういうことをしていけないかというのがやっぱり分からないと、使いにくいので、で、そういうことが、分かりやすくなるようにしています。はい。それからあと説明もかなりしっかりしています。で、それについて、ごめんなさい。こっちですか。で、アーカイブの実習なんですけども、今日はそうですね、シダのデータベースを、見ていただこうと思います。はい、先ほど申しましたように、データベースアーカイブというところに行きますと、そうすると、ここに飛ぶんですけども、ここで、例えばシダと入れますと、シダのデータベースであるアセストが検索できます。で、次に、データベースの説明を見てくださいと、名前をクリックしていただくと説明に飛びます。アイコンをこの左のアイコンをクリックしていただいても同じです。で、データベースの説明はさっきのデータベースカタログの説明とちょっと、似てる部分もあるかとは思いますが、それよりもさらに詳しい説明がいろいろと書いてあります。で、そうですね、作られた方のお名前、金貝さんたちが作っておられて、それで、連絡先はとかもありますね。だからこのデータベースを使っていて何かあればそこにご連絡をいただくという形になっています。それから、データベースの種類とか分類であるとか、それから関連する論文であるとか説明、それから、利用方法とかいろんなものが書いてあります。オリジナルサイトにここを読むことができまして、ここをクリック、オリジナルサイトっていうところをクリックしていただくと、そうすると、元あったところの、データベースそのものの、ページに飛びます。それで、どうもちょっと説明を、時間が来ちゃいましたので、説明をこなすと、オリジナルサイトを、確認していただきました。ダウンロードからデータセット一覧を見てくださいということなんですけども、この説明ページの左側にダウンロードというところがありますので、これを見るとそのデータのセットの一覧があります。これが見ていただきたいページです。それでデータ名からデータ項目の説明を見てください。データ名、この表のデータ名というところから説明を見ていただくと、例えばこれをクリックすると、そうするとこういうふうな説明があって、どういう項目に対して、項目がそのどういうことかというのを説明してあるページです。それから検索&ダウンロードからデータを眺めてくださいとあるんですけれども、ちょっと時間が来ておりますので少しスキップする感じで、ちょっとこれを見るつもりだったんですけども、2番目のこのデータはですね、ちょっと大きいんですね。110MB とかなってますんで。で、これはちょっと避けまして、肝心なところ、ちょっと残念ですけど避けまして、で、コンティングの方を見ましょう。で、これの検索&ダウンロードですから、ここですね。これ。これを、クリックしてください。そうしますと、ここのページに飛んで、先ほどカタログでも見ましたけども、こういうデータベースの入れ物の中に、データが収納されています。それで、そうですね、ちょっと章からっていうのは割愛させてください。もっと違うそのデータセットを見ていただくと意味がお分かりいただけると思うんですけども。で、8番、アセストコンティグから別のデータ、これは今、もう8番まで飛んじゃったんですね。それでダウンロードを試してみてください。で、最後、
これについて、押していただくと、ダウンロードが始まって、あまり大きくないのですぐに終わる、さっきのカタログと同じことですね。ダウンロードサービスだからちょっとこれだけはやりたかったんですけども、で、はい、ダウンロード試していただきました。で、ダウンロードしたリストは自由に使えるかという問題なんですけども、ここがアーカイブにとってはちょっと重要なので時間は過ぎてますが、ちょっとだけ、先ほどのこの説明ページの、利用許諾というところを見ると、このように、はい、説明があります。で、標準利用許諾と書いてありますけども、データベースをどういうことで使っていいか。で、先ほどはその CC0 という形を使っていたんですけれども、ここでは CC by SA、クリエイティブコモンズの、表示継承という、そういう利用許諾を使っています。で、これは、CC0 とは違いまして、クレジットを示すことが必要であります。それからそれを、再利用する場合には、同じ形のその、なんていうか利用許諾を、使うことが必要と。その2点がついていきます。というのはクレジットを表示するということですね。まずは。はい、で、できることが、なんていうかデータベースに関してできることが書いてあります。ということで、これに従って使っていただくということになりますね。ということで、10番の説明は、ちょっと重要なところですけれども、簡単に説明しました。で、相関連携をこれでもやっていまして、で、ガイドラインの作成、はい、すみません。相関で連携していまして、それで厚労省とか、それから経産省とか農水省からデータセットをもらったりしております。で、協力いただいている機関の方々のホームページで、それで、で今、そういう、いろんな、今説明したようなその取り組みを紹介するために、合同、4省合同で、ポータルサイトを作ってまして、非常に簡単なページであるんですけども、今言ったようなサービスのここから利用できるようになっています。はい、ちょっと時間をオーバーしましたけれども、以上です。